東洋で1月20日、地滑りが襲ったホテルが崩れ、亡くなった犠牲者が12人に増えたと新華社通信など官営メディアが22日報道した。メディアによると、常陽市南昌県で、20日午後7時30分頃地滑りが起きて3階建てのホテルの客室の一部が崩壊して15人が生き埋めとなった。事故後常陽市公安消防地帯消防士など300人余りが直ちに出動して救助作業を行い、はじめに3人を救出したが、残りは順番に死亡したまま発見された。現地当局は22日昼12時まで遺体を収容した死亡者の身元を確認し、犠牲者のうち最高齢者は61歳、最年少は17歳とだけ伝えた。先だってウェイボーにはホテルの建物に押し寄せてきた泥や岩によって大きく破損した中での消防士が捜索救助に努める映像が上がってきて切なさを集めた。壊れたホテル残骸に鉄筋が見えないね。布団の外は危険ではなく、布団の中も危険な世界であることは同じだ。イタリアの雪崩もそうであって、鉄筋をきちんと入れたのかな。鉄筋を入れれば地滑りにびくともしなくなるとでも。中国には行かないのが答えである。中国で余っているのが鉄筋である。世界中で減産しろというほど。そして中国に行かずにフィリピンに行ってください。正常な精神のチャンゲや朝鮮族に腹を引き裂かれながら、奪われて銃で撃たれて死ぬのがマシだろう。どこの国でも消防士が一番大変だね。我が国でも景色のためにペンションがあちこちに建てられたところが多い。安全は後回しだ。チャンゲは習近平弾劾をすぐにしないのか。中国が民主主義だと勘違いか。ふふふ、君のようにコメントをつければすぐに銃殺だ。弾劾は大韓民国だから価値があるのであって、中国はそのようなニュースなど関心がない。これだから国が犬の姿であって、哀れな人々が地滑りで苦しむほか、中国漁船が出港する港にものすごい津波が襲って、違法操業して海をゴミ捨て場にする中国漁船が一つ残らず沈没したという記事を見たいと思う。微細粉塵を吐き出す工場も崩壊すべきであって、人々だけ死んでいったよ。背後に山のある建物は無条件に注意してください。残念なことである。手抜き工事と安全不干渉が原因だろうね。雨が降っていたようで、どうして自然災害になったかを調査せよ。南昌県政府は自然災害ではないと伝えたが、1ヶ月近く雨も降っていないでどうして山崩れが起きるのか。無断で麓を掘る人がいて、家屋を建設するつもりで半月余り掘っていた。これでも大丈夫か。山を切り開いて家屋を建設して、現象はとても普遍的で、石やセメントで築いた土手さえ気づかないで建てるのはいつものことだ。私は南昌人で、まだ98年に TNT が爆発して県政府のあった町のガラスが全て振動でバラバラになったのを覚えている。ただこの事件を知っている人に会ったことがない。どこにも報道されていないのだ。これは我慢ならない。これで新年を祝わなければならないのか。最近では毎年のように。悲しいかな、望みはありません。そしてイタリアの雪崩に多少似ていますね。現地は雨が降ったのか、どのように冬の地滑りが発生するのか。美しい場所、どうか犠牲者よ安らかに。私たちは皆平穏を持って新年を祝い、旅行の宿泊施設には、このような山の下の建物には注意を払わなければなりません。今は安らかに眠って、教訓としてこのような山下の建物は予防水準を向上させることを学ぶことを望みます。命を奪うホテル、恐ろしすぎる。今私はとても風水を信じている。軽視してはならないと思います。ホテルをそんなに危険な場所に建てるのはなぜ？予測不可能なリスクなのか？山の麓に建てれば地滑りで家屋が埋まるのは理解していなかったのか？少し広い場所を探してそこに建てることはできなかったのか？保険会社は保証を払うかどうか。編集所感。韓国ネイバーで報道を見つけて中華メディアをいろいろ探してみたのだが、これといって取り上げられていなくてニュースを見つけるのに苦労した。今ホテルで検索すると赤ホテルしか出てこない。中国メディアも掲載しているのだが目立たない位置に追いやっている。コメントもそれほどなくて、
フェイボーでも事故当時のものはあったが、12人死亡の報道は見つからない。単に私が探し慣れていないのもあるだろうけど。ちなみに個人経営ホテルでホテルオーナーも今回の事故で亡くなったそうだ。山に亀裂が入り、塊ごとずるっと滑り落ちてきたらしい。二次災害の危険もあるとしている。取り立てて大雨が降ったわけでもないのに地滑りを起こしたことについて、事前の調査不足は指摘されるだろう。中国に限らず潜在的に危険な場所に建てられた建物は大量にあることだろう。日本でも広島市で土砂災害に遭った地域も十分に安全ではなかったとされている。中国でも無造作に山を切り開いたりして潜在的な危険度が増しているところも多いだろう。中国もまだまだ安全を優先する考えには至っていないようである。これは工業製品にも言えることで、このような段階にとどまり続ける限りは真の脅威にはならないだろう。チャンネルへのご登録をお願いいたします。パソコンの方は画面中央のボタンをクリック、スマートフォンの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録が可能です。またよろしければ動画